リチャード・アラン・シェインブラムは、アメリカ合衆国、ニューヨーク州ニューヨーク出身の元プロ野球選手。NPB での登録名は、シェーン。ユダヤ系ウクライナ人の家庭に生まれる。ロングアイランド大学を経て、1964年に、クリーブランド・インディアンスと契約。翌1965年9月1日の対、カンザスシティアスレチックス戦で、メジャーデビューを果たす。 カンザスシティロイアルズ在籍時の1972年には MLB オールスターゲームにも出場する活躍を見せシーズン打率300を記録したその後ジョールーツに壊れて1975年にセントルイスカージナルスより広島東洋カープに入団登録名のチェーンはファミリーネームのシェインブラムでは長すぎることと西部劇のチェーンニッチなんだと言われる 本人は陽気でおおらかな性格で、名前を省略される形になったこの登録名も、問題ないよ。ただ、僕は、馬は、連れてこないけどね、と、ジョークで受けたという。ゲール・ホップキンス、山本浩二、絹笠・義雄のクリーンアップと共に、赤・ヘルダ戦を形成し、セントラルリーグ初優勝に貢献した。1975年5月17日の対太陽ホエールズ戦では、 日本プロ野球で初めて一試合左右、両打席本塁打を記録している。敬験なユダヤ教の京都で1975年9月14日の対読売ジャイアンツ戦ではこの日がユダヤ教信者懺悔の日という宗教的理由で欠場した。ユダヤ歴によるとこの日は読むキプルという人間の罪を懺悔する日で、メジャーではサンディ・コーファックスが同じ理由で、 ワールドシリーズの1試合を欠場している。1976年に打率307、20本塁打、62打点と前年より好成績を残すも守備難があったため同年限りで対談した。シェーンがカープ在籍中、広島市民球場での試合の際にライトスタンドの観客から何か ネタを披露してくれとねだられたことがあり、帽子の中に鳥を入れておき帽子を取ると、鳥が飛んでいくというネタを披露した。当時の広島カープ監督の小畑氏は、自身の監督在任中に入団してきた高橋義彦、山崎隆造、正田高造をスイッチヒッターに転向させたことについて、カープ初優勝の1975年に、 左右両打で高打を放つシェーンの活躍を見て、相手投手が右でも左でも交代させる必要がない。スイッチヒッターはチームにとっても大変重要な存在であると痛感したことが、そのきっかけであったことを語っている。リッチーシェーンに関するカテゴリー。ありがとうございます。